横浜市立市沢小学校は、神奈川県横浜市朝日区の公立小学校である。1873年、当初、おさみ近郊の農家敷地を曲がりして、学者とした。1878年になりおさみ境内に、校舎建設したが、1884年9月15日の大風により校舎損壊し、その後はおさみ本堂を借りて、学校を存続した。 翌1885年に校舎再建し、1887年に公立小学校となる。1891年には、小三寺より校舎を移し、金子屋と879番地へ移転した。1892年、校舎消失により、小高神殿39番地にあった民家を借りて、仮校舎とした。その後も、民家の曲がりによる校舎移転はに、 三回続いた。1894年にも、おさみじ神の新築家屋を借りて校舎にしている。1907年にも再び、おさみじ境内校舎が全焼、以前と同じく、おさみ本堂を借りて、仮校舎とする。翌1908年になり、付近の民家を購入し校舎とした。1908年の購入校舎は1912年8月の暴風雨により損壊し、 個人宅を曲がりし二部授業を行った。1913年、現校舎所在地である、二股川村大旗市、野沢旗神田781、782番地に、新築の木造草吹平屋校舎を建立した。1923年には尋常小学校となっている。1939年、二俣川村の横浜市編入に伴い、公明を、 横浜市市沢尋常小学校に改め、また1941年には横浜市市沢国民学校に改称した。1945年3月10日にはアメリカ軍の空襲にさらされ、校内にも多数の焼夷弾投下により火の海となったが、校舎消失は免れた。1947年になると教室が不足し、大正二年混流の校舎に、 木造平屋4教室を継ぎ足して対処した。1953年より1960年にかけて4度の校舎改築工事を行った。また、1960年の第4期工事の際に第2校舎を新築し、創立80周年を記念し、新校舎を作った。木造校舎の増改築工事は1961年の第5期まで続いた。 1968年に、ほどがやく川島町に、左近山分校を開校。この時に35学級1155名で、創立以来最大児童数を記録した。翌1969年には、体育館が完成している。1970年より、校舎の鉄筋化工事が開始され、翌1971年3月17日に、完成した。 1974年、創立100周年記念式典を開催。以後、特殊学級などの障害児教育の新設や、学校設備の増改築を続けた。1996年になり、体育館及びプールの全面新築工事を開始し、1997年に完成する。旧体育館及びプールは同年解体された。2003年、 創立130周年記念式典。2004年から2008年にかけて、校舎内各所に防犯カメラを設置。2012年には、横浜市教育委員会の工事により、一般教室にエアコンが設置された。2013年、創立140周年記念式典。ありがとうございます。